はい、精神障害者 YouTuber の竹内です。今日見ていただきどうもありがとうございます。今日はですね、オリンピックでですね、精神も肉体も壊されてしまった選手たちについてね、お伝えしたいと思いますね。まず1984年に行われたロサンゼルスオリンピックですよね。この時からですね、オリンピックは、まあ、いいことか悪いことか知らないですが、商業主義になりまして、大手スポンサーがついてですね、金券主義になりまして、いいことか悪いことか私には分かりませんが、有名になった選手ですね、カール・ルイスとかベン・ジョンソンとかウサイン・ボルトとか、そういった選手はまあ大変なんですね。お金をもらえるようになったというわけですよね。そしてですね、その1984年にですね、ロサンゼルスオリンピックに女子マラソンが初めて行われましたが、日本からはですね、増田選手ですね、増田明美選手がね、出場しまして、その増田選手がですね、出場しましたが、途中で負傷してですね、体調不良とか負傷して棄権したわけですよね。その棄権したこと、途中でやめたことについてですね、マスコミとかですね、国民から大変責められましてですね、まあ、かわいそうにですね、空港に着いた増田選手はですね、増田選手はもうかわいそうに、まるで犯罪でも起こしたようにですね、まるで人を避けるようにですね、非常に暗い表情でですね、帰国して空港に着いて、そして被告人とですね、男からですね、心ない言葉をかけられてですね、大変傷ついたというわけですよね、精神も肉体も。まあ増田選手が自分で獲得したオリンピックですので、そこで棄権しようが走ろうが、そんなのは増田選手の勝手であって、例えば最初からマラソンで走らずに歩いたとしても、別にそんなに増田選手のが獲得したオリンピックですので非難される筋合いはないと思うんですけどね。そしてですね、同じく84年の1984年のロス五輪に出た男子マラソンの瀬古俊彦選手なんですけどね、でもね、もう瀬古選手もですね、その前の1980年のモスクワオリンピックがですね、アフガニスタンにソ連の軍事介入をしたということで、アメリカもですね、日本も西側諸国が全部ボイコットしたということで、28歳になった瀬古選手が満を持してですね、もう国民からもマスメディアからも金メダル、金メダルということでですね、大変ね、期待はされましたけど、その時にですね、瀬古選手はですね、もしこれ金メダルとなるんだ、どんなになるんだろうということで、怖くなって自分で自分を本当にね、夜も眠れなくなりましてね、自分で自分を追い込んで、ものすごい猛練習をしてですね、ありえないような人間で、技ではないような猛練習をしまして、そしてですね、試合の1週間前にですね、体調を壊してですね、尿から血が出たということですね。そして大量の血が出て、そして試合はもう14人で惨敗ということなんですけど、実は瀬古選手は次のオリンピックにも出たんですけど、中山晋太が決まって3番手の争いをですね、工藤選手としていましたが、まあ、瀬古選手に決まって、それでもう瀬古、また瀬古か、瀬古、陸連はまた瀬古重視じゃないかということで、瀬古選手は大変国民からもマスメディアからも散々叩かれたわけなんですよね。2大会連続にのオリンピックにわたって瀬古選手は叩かれたということですね。まあ気の毒ですよね。そしてですね、長崎浩子選手ですね、ロス五輪の水泳の長崎選手もですね、オリンピックで私は楽しみたいと言っただけでですね、国を背負っているのに、日本国を背負っているのに楽しむとは何事かということをですね、当時国民とかマスメディアから散々叩かれましたね。結局4位で終わったんですけどね。まあメダル取ろうか取る前が何位で終わろうが、その人が獲得したオリンピックですので、周りはとやかく言う筋合いもないですし、そんなですね、オリンピックの選手の精神が崩壊するのまでね、追い込むね、マスメディアとか国民も同化してると思いますね。まあ、島国の陰湿なとこですかね。はい、どうもありがとうございました。